皆さんこんにちは、どうもっちるでーす。今回はですね、グレイルさんでゲットした服を紹介していきたいと思います。で、今回はちょっと新しいチャレンジをしてみようと思いまして、今まで変わってこなかったジャンルの服、フリフリ系も買ってみました。私身長175センチあって、ストレートタイプでぽっちゃりなんですけれども、そちらを踏まえた上でちょっと見てほしいなっていう感じになりますね。普段全く着ないので、フリフリ系はちょっと恥ずかしいけど頑張ろうと思います。レッツゴー。まず1着目こちらになります。この上のやつね、これはそんなめちゃくちゃフリフリ系っていうわけでもないですね。ただ丈がすごい短いので、だいぶハレンチな感じの服なんじゃないかなとは思うんですけれども、ちょっとね、私ちっちゃかったかも、これかなりこれね、ボタンとかついててフリフリってなってる。画面じゃ伝わんないかな。でもそのフリフリがちょっと伸びてしまうぐらい、ちょっと私はパンパンだったって感じですね。と、まあこんな感じになってみます。はい、2着目こちらになります。このセットアップ、あ、ポケットもついてる、いい感じ。これですね、なんかセットアップでちょっとジャケットのやつなんですけど、こういう丈の短いキャミソールとかと合わせて着れたらいいかなって思ったんですけど、どうでしょう。これはパンプスとか合わせたらちょっと可愛いかも、マジで。ちなみにね、これ前閉めるボタンもついてて、あ、でもこれ前閉めた方が可愛いかもしれない。可愛い。で、生地感はね、なんかね、夏用なのかな、薄めなんだけど透けない感じの生地感。これ暑がりな私で、なんかコーディネートが組むのすごいちょっと難しいなと思ってしまう私にはすごいありがたい感じですね。はい、はい、3着目こちらになります。下はね、さっきと一緒、これ T シャツなんですよ。これくっついてるんだよね、こうやって後ろがね、こんな感じでボタンがついてます。これフリーサイズのものになったんですけど、全然ね、着れるね、いい感じ。ただね、ちょっとね、もうちょっとちょっと暑いかなちょっと暑いかも。うん、夏の夜とかには全然いいんじゃないかなと思うし、秋差し掛かったぐらいの時でも全然良さそうですね。いい感じ。はい、次4着目 T シャツです。ポン、こんな感じです。すごいシンプルで可愛いですシンプルイザベストだね。確かにビッグシルエットっていう感じだから、なんかいろんなスタイルに合わせやすいなと思った。これでさっきのね、このジャケット羽織ってみても全然普通に可愛いかなっていう感じのものがする。ちょっと違うかも。え、ごめん、わかんない。もしかしたらちょっと違うかもね、すいませんはい、次こちらになります。また T シャツ、ここにね、スイート入ってる、いい感じ、可愛くない？やっぱシンプルだね。シンプル可愛いわ。ちょっとスリットが入ってるやつってどういう風に合わせていいんだろう。前だけこうやってしまいますよみたいな、そんな感じなのかな。そういうこと？絶対違う気がするんだが。これは違う気がするんだが。でもまあ、ね、ちょっといろいろ検索して、これをうまいこと着こなせるように頑張ってみようと思います。次のはね、だいぶ攻めてるからね、本当に。この後が結構攻めたやつというか、私が今まで買ったことないタイプのものを買ってみたので、いつもと違う私が見れると思います。本当に、行くよ。マジで違うからね、いつも。行きます。私ね、こういうさ、なんか肩のところがさ、こう、ボハッとなってるっていうの、こういうタイプのもの、ものは試しだし、経験だよなと思って、買ってみました。どうよ？ちょっと違う？いや、わかんないんだよ。本当にわかんないんだよね。本当にわかんなくって。ほら、私、肩幅広子だからさ、余計に肩幅広く見えるのかなって思ったんだけど、下をちょっと変えたらなんかパリコレっぽくなるのかな。グレイルでパリコレスタート。いや、なんかちょっとあれなのかな、わかんない。いい感じなんだろうか、これは果たして。肩がボハッとしてるのがすごい好きな人たちにすごい正解を教えてほしい、マジで。はい、次、じゃん、このスカート。どう？え、でもなんかさっきでさ、ほら、ショーパン履いてたからさ、この上もちょっと違うかなっていう感じしたけど、これ着るとまだね、全然いい感じに見えてくるね。あ、いいじゃん。どうよ。これマシじゃない？え、なんかわかんない。さっきがひどすぎたのかな、わかんないけど。え、これさ、帽子とかかぶったら可愛いかな。
や、帽子違う気がしてきた今。でもどうなんだろうこの感じ。はいこういう服装本当に着慣れなくてマジで恥ずかしいけど、私だって女の子だもん。頑張って女の子らしい服装したいって思って頑張って着てみてました。どうでしょうはい、次。なんかすごいこんな感じです。これをしない方がいいかなと思ってしなかったんですけど、こういうタイプのシャツもね本当に着たことなくってね、こんな感じなんですけどどうなんですかね。なんかやばくない？本当にさ、あのワンピースのさミスマンデーみたいじゃない？大丈夫？怪力使いそうなタイプじゃない？なんかこれ今本当にねちょっと見慣れないだけなのよ多分。これに見慣れたらこれが通常運行になるかもしれないからさ。でもねこれねほら花柄がねここにこうさーっと入って、このふわふわってしてる感じ、フリルな感じになってるやつってさ高級感があっていい感じに見えます。ちょっとミスマンデーだけど、次がラストだからね。はい、ラストこちらになります。スカートー、ちょっときつかった見てここ閉まんないの、ここがもうちょっと痩せたら綺麗に着れるかなっていう感じなんで今は見逃してください。はい、という感じでねこんなスカートになっております。私ねこれがねこのコーディネートを組みたいなと思ったのが大本命だったの実は。なんていうの、ミルクティーガールになりたかったのなんかコーヒーカップでミルクティー飲んでるなんかロイヤルミルクティー女になりたかったの。このコーディネートだったらちょっとロイヤルミルクティー女っぽいかなと思ってこれをちょっと選んでみました。あ、これは帽子かぶった方がいい感じに見える気がする。でもこれねなんかここのさなんかフリフリのやつがスリーってこうねなんかフリフリってしてるからこっちがなんかあのちょっと厚手の素材って言ったらいいのかな、ストーンってしてる感じですごいなんかね可愛いんですよ。ほら可愛くない？このスカートバリ可愛いと思うんだけど、これがね私の中の限界フリフリ。ジーンジュルちゃん。はい、というわけですね、今回はグレイルさんでゲットした洋服を紹介させてもらいました。イエーイっていう感じなんですけども、私フリフリどうだった？マジでこれでもちょっとなんかあの自分の中では限界フリフリなんだけど、いやもうこういう風に生まれてきたからにはちょっとフリフリしたものもね女の子らしいものも着れるようになりたいのよ私も。だからみんなマジで本当に教えて、こういう感じがいいよとか、なんかこれは大丈夫だったよとか、なんかあこれすごい似合ってるじゃんとかあったらもう全然教えてほしい。自分じゃねちょっと見立てがわからないのよ、なんか似合ってるのか似合ってないのかが本当にわからないの。だから教えてほしいなって思ってるんです。というわけでですね、この動画が少しでも面白かったなとか、まあ、参考になることはないのかもしれない。私がなんか参考にさせていただきたいので、ぜひコメントほしいなと思ってるんですけども、よかったら優しい皆さん、高評価だったり、チャンネル登録、あと、コメントでちょっと色々と教えていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい。というわけで、以上、チュルでした。